コナスビは、桜草かトラの王族の多年草。茎は斜めに立ち、後に伸長して、地を這い、長さ7から20センチメートルになり、四方に広がる。茎にはまばらに軟毛が生える。葉は耐性し、葉芯は卵形、または甲卵形で、長さ10から25ミリメートル、幅7から20ミリメートル、先端は短く尖り、基部は円形で、 長さ5から10ミリメートルになる傭兵がある。傭肉内にやや透明な先天がある。火器は5から6月。花は黄色で、傭液ごとに1個ずつつける。花柄は長さ3から8ミリメートルになり、花が終わると下方に曲がる。額は深くご列し、額列編は線状皮心型で、先端は鋭く尖り、長さは果敢とほぼ同調で透明な先天がある。 果敢は、計6から7ミリメートルで、深く五列し、列片は甲卵形で先はとがる。有水は5個、果中は1個ある。果実は、果てで計4から5ミリメートルの球形となり、花方を向き、まばらに長毛が生え、こなすと五列する。種子は、長さ約1ミリメートルの楕円型になり、量があり、表面は、黒色で密に小布状突起がある。 花柄が長いものがあり、長いなすびとして区別することがあるが、明確な際は認められない。日本では、北海道、本州、四国、九州、琉球に分布し、低地から、山地の原の、道端、には、草原などに普通に見られる。国外では、アジア東部の熱帯から温帯に広く分布する。和名、粉すびは、粉すのいで、果実を小さなナスに例えたもの。 ありがとうございます。